しました。濃尾平野にそびえ立つ自然と歴史の宝庫金華山に別れを告げ、ただいまより山を下ってまいります。この山は昔は稲葉山と呼ばれておりましたが、戦国時代織田信長公が恋を金華山と統一しており、井の口も中国の古事に習い岐阜と改めたと言われております。今を去る500年前の戦国時代に国取り物語などで有名な斎藤道三公は京都から美濃へ乗り込み、美濃を制する者は天下を制すると豪語し、美濃の実権を握り理想的な国づくりをしたのです。また織田信長公はここも天下統一の足場とし、楽市、楽座などいろいろな政策を打ち出してゆき、その基礎は後の安土桃山時代の政策に用いたと言われております。ただいま下ってまいります。岐阜公園はその昔、道三公、信長公の館のあったところで、四層建てのその御殿の立派なことは京都の金閣寺のしのぐほどであったと、ポルトガルの宣教師ルイス・フロイスの書簡に記されております。またこの公園は明治15年に開園され、園内にはこの公園で暴漢に刺され、板垣思想も自由は死せずと名言を残した板垣退助の銅像がございます。行く手の左下に見えております緑の屋根の建物は岐阜市歴史博物館で、館内は明智光秀公が主人公の NHK 大河ドラマ「麒麟が来る」に関する大河ドラマ館が開館しております。またこの公園付近には一切経の経文で貼り合わせた高さ 13.7 メートルの半身の大仏がございます。まもなく山麓岐阜公園到着でございます。金華山の風景は10月15日まで、同日祝日は夜の10時まで、ナイター営業を行っております。重ねてのお越しを心からお待ち申しております。堀口は進行方向を向かって左側となります。降りの際はお足元に十分ご注意くださいませ。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。